こんにちは。もうすぐお昼なのもびっくりなんですけど、体感的に髪型かわいい髪型何もしてないけどね。髪型じゃないよ、めっちゃ寝起きだよ。ちなみにほぼ寝起き。コンサートがもう明日です。皆さん明日なのびっくりなんだけど、本当に最初の曲は言いませんよ。明日から3日間よろしくお願いします。こちらこそ楽しみですね。出番は多いの？わかりませんわかりません。初日に初めてやる曲ありますか？あります。あります。もちろんあります。ニライ君の出番どうかなどうかな。それは断言しちゃうのね。え、わかんない、どうしよう。違ったらまさかやってたらどうしよう。多分初めてのはず。今日は余裕ある感じ？余裕はない余裕は全然ありません。こんにちは。よくおすすめ何日目って聞かれるけど、マジでまあその 何の曲が好きかにもよるし、むずいね。どこも見どころはあると思いますので、はい
彼女に今日頑張ってと言ってあげると喜びを。ありがとう。なんでなんか言ってたん。彼女も毎日頑張ってるから本当にみんなも言ってあげてね。さっきまで配信してた。寝落ちして配信見れなかったらしい。いや本当にみんなすごいよ。ほのも頑張ってるのでちょっと声をかけますね。すごい癖がついている。コンサート期間は朝ショールームするよ。頑張って起きます。多分寝起きでほぼ喋らなさそうですけど、髪型ね、マジまだ決まってないのよ。どうしようかなと悩んではいるんですけど、何がいいのかな。まだ何も決まっておりません。カニフィーユやめて、全部カニかけないって怒られるわ。そろそろ今何時ですか皆さん。No. OK. ありがとう。1115ありがとう。遅刻はしません。ありがとう。でも踊ったら髪もボサボサになってしまうんですけども、まあ仕方ないですよね。公園で髪巻くの珍しいよね。私ほぼ巻いてるけどね髪は。そう明日はね髪型しようかな。どうしようね。まあ、なんかね髪飾りとかもいろいろあるのでね、そう難しいんですよね。どうしようかなと。え去年ってさあれやね、1日だけだったから1回しか亀子とかなかったもんね。
めこあるから大事。うん、私は右側、私から見て右、こっちの顔が好きです。はい、ちなみに絶対に多分髪飾りがついてる方を写真を撮ってくれれば分かりやすいのかな。基本自分の好きな方に髪飾りが来るので、はい、私は右です。まあその衣装によっては左につけなきゃいけないっていうのもあるんですけど、私はもうだんだん右です。こっちの顔なんて言ったの、右、私から見る右手の顔、右手です右手ですこっちの顔が好きです。はい、重要です、マジで。そう、こっちの顔好きじゃないので、ほんとかれこれ何年も撮ってないです。昔はこっち側の顔だったんですけど、ふっと気づいたんです、こっちの方がいいということをふと気づきまして、こだわりなんですよね。こだわりがあるんです。はい。あ、そうそうそう。最初の壁紙はこっちだったんですけど、今こっちですね。ちょっとあんま見ないでほしいんですけど。まあ見ないでほしいんですけどね。髪飾りに注目して髪飾りで見ますね。どうぞ。どうぞそれは見てください。あ、そうそう、前髪が流れてる方、さすがです。はい、前髪がこう分け目がない方ですね。こっちには髪が多い方が好きです。顔がなんで変わったの、いやもうこっちはが可愛くないなと思ったからです。単純にこっちの方がいいなって思ったからです。あ、そう、お姉ちゃん逆なの、めっちゃ知ってるやん、すご。そうなんですよ、だから写真撮るときは本当に左側が好きな子とはもう相性がいいです。はい、お、出ました、934です。ありがとうございます。ということで今日も一日頑張ろうと思います。あと告白心拍数のトーク会と握手会の受付が本日の12時、もう間もなくですかね、30分ぐらいしかないと思うんですけど、皆さんお忘れないようよろしくお願いします。はい、ぜひ待っています。ありがとうございます、いつも。ということで行ってきます、みんなありがとう、バイバーイ。